エルザというのは貴様だな。取り調べだ、出ろ。早くしろ。なんだあの声は。ああ、捕らえた魔物を閉じ込めてあるのさ。反抗的な囚人を食わせるためにな。エルザを待ち受けていたのは厳しい査問であった。容疑はグルグ族襲撃の混乱に乗じカナン誘拐を企てたこと、さらにはグルグ族との内通という嫌疑をもかけられていた。お聞きください皆様、私は舞踏会の折にこの者がカナンと二人きりで何やら話していたのを目撃しております。あの時貴様はカナンと随分親しげな様子だったな。初対面ではなかったようだが。それはやはりな、何かしらの目的を持って以前からカナンに近づいていたのだろう。違う、俺はそんなつもりで。勝手な発言は慎みたまえ、聞かれたことにのみ答えるように。この者にカナン様を安全なところに避難させるよう命じたのはトリスタ様です。あの状況でカナン様を託すことができそうなものは他におりませんでしたので。しかしその後の二人についてはご覧になっていないわけですが。私は見ております。この者が嫌がるカナンをどこかに無理やり連れ去ろうとするのをね。デタラメだ。グルグ族が襲ってきた時あんたは真っ先に逃げ出したじゃないか。貴様ごとき下船の者が貴族を愚弄するか。何が貴族だ、この卑怯者が。口の利き方に気をつけたまえ。不審な点は他にもいくらでもあるぞ。貴様たちはグルグ族の船に忍び込み乗っ取ったと言っているそうだな。ならば船を乗っ取った後カナンを送り返さなかったのはなぜ。彼女まで危険な目に遭わせる必要はなかったはずだ。それは確かにジル殿のおっしゃる通りですな。何か弁明は。他の者たちは解放しているのにか。カナンを連れ去るのが目的としか考えられないではないか。違う、そうじゃない。もっとマシな言い訳をするのだな。どうした、弁明できないのか。サモン官殿、このような下船の者に自ら真実を語らせようというのがそもそも無駄なのです。下船の者にはそれにふさわしい取り調べを行うべきでしょう。確かに何も答えようとしないのでは仕方ありませんな。これは愉快だ。下船な者は無知の痛みに慣れているのでしょう。仕方ありませんな。今日のところはここまでにしましょう。おい、牢に戻せ。五条を張ったところで苦痛が増すだけだぞ。頭を冷やすんだな。
チェ、しょうがねえ。やるか。バカ、お前にはその剣はまだ無理だよ。大丈夫だよ、僕だってやれる。気がついたみたいだな。あんにゃろうども、ひどいことしやがって。とりあえず処置はしました。でもまだ無理はいけません。この城の地下にはきっとすげえおた、あっさり捕まり、あそこには一体。ジルって野郎、グルム族を100匹は血祭りにあげたなんて、俺たちが戦ってる間ずっとそれを知られたくないからって。な、まったく。まずいぞ、今日はあの貴婦人とって。暗い部屋に閉じ込められると昔を思う。私たちは悪いことはしていませんわ。言われのない罪に屈してはいけません。お前らはいいよな。あたし、あれ、まあいいか。あ、実は。へえ。いえいえ、泥棒じゃありません。自分のものを取り返しに行っただけですよ。だけど訴え出たって、私みたいな身分の低い者の言うことなんてまともに取り扱う。そうだろうな。あれ、あなた方も確かにあまり悪い人には見えませんね。そうだ、それならちょっと手伝っ。何を。おっと、今はちょ。主がいなくなったみたいですね。何してるんだ。ほら見てくださいよ、監視の目。実は私、考古学をやってまして、この岩壁がどうも怪しいと。ここから抜け出せるのか。それがこの先に魔物、あなたなら腕が立ちそうだ。そうくなくっちゃ。ではでは、サクド行きましょう。サクッと。俺が残った衛兵はやり過ごしとくからよ。行ってこい、エルザ。エルザたちはロッタの案内で脱獄を試みることになった。だが監守が次に巡回に来るまであまり時間はない。エルザたちは先を急いだ。ルリ島の地下は似たような場所が多いな。どうもこの島はもともとこういった洞窟ができやすい地質みたいです。とにかく急ぎましょう、時間があまりありません。
ロッタ、行き止まりじゃないか。おかしいですね、そんなはずは。ん？あの壁。どうしました、エルザさん。あの壁、何かおかしくないか。それならば、私に。エルザさん、私に用があるときは呼んでください。わかった、俺の。ここの壁はどうも妙な感じがしたんですよ。考古学者の勘とでも言いますか。